新谷ミラノのミラノ通信。皆さんこんにちは、新谷ミラノです。ミラノ通信、1月22日、金曜日スタートしました。もう本当にあっという間に1月もね、20日過ぎちゃって後半になってしまいましたが、皆さんお元気ですか？毎日毎日ね、なんかニュースのあのコロナの数字でなんか一喜一憂っていうか一憂一憂の日々ですが、まあなんとかみんなで一人一人が自覚を持って、それで、医療従事者の方たちにも本当に感謝を込めて、このコロナ禍を乗り越えていきたいと思っております。毎回申し上げておりますが、こちら鳥越あずうり FM でも、スタッフ全員のマスク着用、私は放送の時だけ外させていただいておりますが、このスタジオ内の消毒、それから、スタジオ入りする前に、検温とアルコール消毒、それと、トレイルというね、オゾン消毒の機械を設置しております。最新の注意を払って、あとですね、毎回申し上げておりますが、こう鳥越神社がのこの斜め下に見えるんですが、その、そこからそこの窓を開け放して、換気もしております。まあ、なんとか一人一人の自覚ってとても大事だと思いますが、その、自覚を持ちながらコロナを乗り越えて、それで本当に少しでも楽しいことをみんなで共有していきたいと思います。新谷ミラノのミラノ通信、お送りいたします。お聞きいただいているのは、今月ずっと流しておりますある日空から、新谷ミラノのオリジナル曲です。冬の、曲ですので、どうぞ心の中に、皆さんの心の中に残れば嬉しいです。先週は、シンガーのね、飯田さつきちゃんに出てもらいまして、女子トークみたいな感じを、繰り広げて、あっという間に時間が経ってしまいましたが、先週はですね、一緒に、ね、海外で、ライブに出た話とか、あと共通の、趣味で最近はお互いにサウナにハマってる話とか、して盛り上がりました。もう次回ね、もし彼女に出てもらったらなんか、恋愛相談もしたいなんて言ってましたので、若い彼女がどんな、恋愛をしてきたかとかいうね、女子トークもしてみたいと思います。今日はですね、また素晴らしい、初回からですね、私がなんか何かと頼りにしております、お友達であり、素晴らしいレストランのオーナーマダムであります、井上美穂さんをお迎えしますが、その前にいろいろ曲なども聴いていただきたいと思います。あとですね、私、毎回、年間ね、去年コロナが始まるまでは年間100から120本大小さまざまなところで、ライブをさせていただいておりましたが、去年ね、もう 4月5月もう全くゼロになりまして、それで6月にちょっと、なんとなく試しにっていうか、配信からもう一回ちょっとね、みんなで集まって、生をの演奏を知ってみようということで、配信ライブからなんとなくリハビリ的にですね、配信ライブで、生演奏をしました。その時のね、みんな本当に生って楽しいねって、その時の感動ってちょっと本当にグッと胸に来たんですが、そういったその臨場感っていうか、それは忘れられません。でもその後また少し活気が出てきたかなと思ったら、今回の、緊急事態宣言でまたね、お店もライブハウスも8時には終わらなくちゃいけないという状態で、お酒を提供するのは、えー、6,
7時でおしまいということで、なかなかライブハウスではちょっとね、気持ちよく一杯飲みながらっていう、感じが多いので、なかなか厳しい状況に追いやられております。でも、まあ、音楽がどれだけ私たちに不要不急って言われてしまったらとても辛いんですが、でもどれだけその私たちの心の中で大事なものかっていうことは、多分長い目で見て絶対に分かってもらえるものだと思います。ということでね、たくさんあった、ライブもちょっとずつ私も減りつつありますが、時間のね、変更がありますが、結構するライブもありますので、後ほどまたご案内をさせていただきます。では、私のオリジナル曲をお聴きいただいた後に、曲をまた先週に引き続き大好きなシンディ・ローパーの曲をお聴きいただきたいと思います。今回はですね、What's Going On、 マービン・ゲイで大変ヒットした曲ですが、これのね、シンディ・ローパーバージョンというのはとても素敵なアレンジで、CD に収録されてますので、ぜひお聴きください。 What's Going On。 シンディ・ローパーはね、先週もお話しましたが、大変な親日家で、3.11 の時にちょうど日本にいらしたんですよね。でも本当に大変な余震も続いて大変だったけど、とにかくやりましょうっていうことで、渋谷での大きなホールコンサートを決行してくれて、その後も、シンディ・ローパーは何度も日本に来てくれてるんですよね。私のよくやっていただいている、フルートの、バンマス井上新平さんは、ニューヨークで活動してたんですが、その時に、ジャズクラブのブッキングもマネージャーも担当していたとそうで、彼女がね、急に、オーディションに来たそうなんですよ。でもいきなりピアノの上に座っちゃったりして歌い出したりして、なんだこんなはちゃめちゃな野郎はって言って落としてしまったらしいんですね。今思うととっても惜しいことをなすしたなと思う。今頃もしかしたら一緒にできてたかもしれないなんて、そんな、淡い期待も、かすめましたが、どうぞシンディ・ローパーの曲お聴きください。 What's Going On。
聴きいただきました。シンディ・ローパーの What's Going On、この曲はね、私も大学時代、軽音サークルに入っておりまして、自分のバンド、サオリバンドっていうのがあったんですけども、そこで少し練習しましたが、未完のまま終わりました、楽みたいな。それで、軽音圏といえば、軽音サークルといえば、また心強い同級生がおりまして、今日は、その方をゲストにお呼びして、今日で3回目なんですね。どうして3回目っていうと、もう私が頼りきっちゃってるんですけども、で、なんか聞いた人が、すごい楽しかった、素敵な人ね、あんな素敵なお友達いるのねっていう、なんかなかなか私の友人関係の間で大変好評でございまして、もうほぼ準レギュラー状態で勝手にブッキングをさせていただいております井上美穂さんをお呼びしてますが、彼女が、たくさんねオリジナル曲を持っておりますので、まず、登場前にこの曲を聴いていただきたいと思います。オリジナル組曲からガーネットお聴きください。ありがとうございます。おなじみの、私の中ではおなじみの井上美穂さんです。今日もありがとうございます。今日もよろしくお願いいたします。いい天気でよかったです。新年おめでとうございます。おめでとうございます、はい、1月ですが、いろいろよろしくお願いいたします、こちらこそ。長いぞ今年も 1年。そうでもないです、ね、そうですか。私なんか毎年毎年どんどんなんか時間が長くなってくるんだけど、それ良くないですか。不思議ですよ ね。普通逆だって言うんだけど、なんでこうなのかよくわからないですけどね。なんかあれあれあれっていう感じで、私も22日になっちゃったって感じなんですけど、結果的にはそうなんだけど、でもなんか毎年長くなっていくような気がしますね。それちょっとなんか得した感じですね、今お聞きいただいたのがガーネットって1月の誕生石という括りでですね、12曲の組曲を作ったんですけれども、石言葉は定層とか定説とかですって。本当1月生まれの方本当ですか。私2月なんですけど、アメジストはどうなんでしょうか。アメジストはね、平和とかね、そういう、またそれはまあちょっと平和な曲をそこには作ってるんですけれども、ガーネっていい色ですよね。いい色ですよ ね。やっぱりワインの、ね、色にも例えられることが多くて、
愛おしい色です。いいですよね、ワイン色は全て愛おしいです。ワインといえばミホさん。そんなのんべじゃありませんから。まあね、あのね、あの何度もあのご紹介では言ってるんですが、あの日本を代表するね、もうほんとトップクラスの、フレンチレストランのオーナーシェフの奥様、オーナーマダムです。長いことやっております。たまたまね、それでまた軽音サークルが一緒だった同級生というね、ありがたいご縁で、ね、まあ、知らないで行ってたんですよ私は ね、 あのそんなだからあの夜とか行けなくて昼間専門ですけどね、でもそこのあのその系列の傘下のね、あのお弟子さんがいっぱい、もういろんな全国にいまして、お弟子さんのレストランで私はお料理教室行ったり、あの、ま、美味しいものは食べられるというね、あの理由であのお料理教室も行ってるんですけどね、あの本当にあのいろ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 そういったご縁を ね本当いただきましたね、いただいておりまして、で、あの軽音サークルのね、あの OB 会っていうのは OB ライブが始まりまして、それが6、7年前ぐらいですね。それでもう10周年なんじゃないかな、もしかして。あ、そのぐらいになりますか。まあ、半分ぐらいから私、去年はね、さすがに、ね、それが盛り上がって10時間くらい ね、もうね、もうほとんどねフェスティバルっていうかね、ああいうのが楽しみで、今度何やりたいっていう感じなのに、ちょっと去年と今年はね、残念ですけどね、まあそのうちできまして大丈夫、みんな長生きするから。そう。まあ、せっかくそのガーネットというね、あの1月の石の、曲をいただいたし、ね、美穂さんはその今年の抱負とか、抱負は1月の思い出とか何かありますか。もう多分お分かりだと思いますけど、抱負は健康ですよ。そうです ね、もう確かに健康であること、それはね、体とね、共にね、心の健康であること、これは全ての人の共通だと思いますけれどね。本当ですね、それが抱負です。このね、ガーネットっていう曲はね、まあ、この組曲のもちろん最初の曲なんだけど、今思い出したんだけど、私はこう曲を作ってきたんですけども、それまではその、まあ、歌ものか、もしくはバンドもの、バンドっていうのは要するにこうインストゥルメンタルバンドものの曲を作ってきた。だからまあ基本的にはコード進行と、それからまあリズムのパターンと、それからまあメロディーラインという形で作ってきたんですけれども、この曲は初めてそのクラシックの方にもね、演奏していただけるようにということで、五線譜でね、ちゃんと書いた曲の最初の曲なんですよ。で、それからずっとその五線譜の曲をずっと書いてて、だから最初にそのクラシックのピアニストが演奏して、まあ、何人かその頃は5人ぐらい演奏してくださってたんですけど、その最初の曲ですね。じゃあお店でも流れたりしてました？流れてました、はい。そう、美穂さんの、ね、お店に行くとね、あの美穂さんのオリジナルのね、素晴らしいこう素敵な曲が流れてるんですよ、ね、あの食欲が増進するようにそうお酒が進むようにちゃんとね、そういった、あの気持ちよくなんかお食事がいただける心地よい、あのメロディーがね、ありがとうございます、流れておりまして、皆さん行きましょう。先ほどなんかね、サルさん、そういうその、はい、音楽関係で初めて、初めて買ったっていうか、買ってもらっただろうね、レコードとかレコードそういうのとか覚えてます？言ってもいいですか？言ってもいいですか？言いたくなきゃ別にいいですよ。言ってもいいですか？まあ、それ自由だから、こっちもあの聞いてるふりしてますから。あのお誕生日のなんか忘れられない思い出がありまして、まあ、父がね、誕生日はお友達を呼ぶ、まあ、昔は結構お家で ねこう招いてっての多かったですよ ね。で、まあ、ちょうど2月で、まあ、土曜日か日曜日かなんかに、あの呼んだと思うんですけども、呼ぶ午後1番ぐらいで呼ぶ時に、ちょうど忘れもしない2年生の誕生日だったんですけども、あの私ちょっとあのこだわりがありまして、こうね、ケーキも なんていうのかな、こう均等にこうデコレーションをしてなくちゃ嫌なタイプだったんですね、最近。掃除系みたいな感じ。そうなんです、ベルサイユ宮殿のこのお庭みたいな感じ。そうなんです、よくぞぴったりです。で、ね、あの県庁寺じゃないのね、ベルサイユ。そうそう、あのね、こう修理に斜めとかこうなってるのが嫌で、こう全部均等になってるんです、たまたまそれがこう全部
あのハートがのピンクのハートのチョコレートがこう、うん、ラウンドであの、うん、飾られてたんです。それがあの三軒茶屋の久本っていう今はないね、うん、あのおしゃれなねケーキ屋さんです、うん、で私用賀だったんですよ。わざわざ父とそこに予約をしてそれを取りに、うん、であともう一つあの地元のあのスポーツ店にはないあの良いいいねあのバウンドするドッジボールのボールがあったんです、ね、ドッジボール専用のボールがこういうそのブルーでその色もこだわりがあってそれを買ってもらって、あともう一つその通りにあった大使堂通りなんですけどあのレコード屋さんでベンチャーズの10番街の殺人を買ってもらいました。まあちょっとおませじゃないのかしら小学校2年生でもそのベンチャーズってねそのテキテキテキそれがねその3つが誕生日プレゼントのセットとしてそれでそれを持って帰って、あの母がお誕生ねお友達を呼んだの誕生日のご飯を作ってくれていてお誕生会が始まったって感じなんですね。うん、じゃあそれが最初の買っていただいたレコード。ね、まああとはあのディズニーのねボンゴっていう、うん、あのボンゴボンゴっていうねなんか素敵なねジャズの日本語で歌われてジャズが BGM になってるんですけどね。あのサーカスに売られたあのクマが逃げ出して、うん、あのやがてあの森にであの素敵な伴侶を、ね、見つけて、うん、素敵な女の子のクマと幸せになる話なんですけど、うん、それが昔って本当にそのこうペラペラのねあのそのシートで、うん、あの情景が浮かんできたって、ね、やっぱりすごいなと思って、うんね、大事に使ってましたから ね, そうですよね昔はねいろんなものを道具でも何でも、ね、大事に何年も聞きましたよ ね,、うん、ねもうやはり埃りがつくのこうやって綺麗に掃除しながらねね、それもだすごい、ね、神経集中して針乗せて地震とか来るともう大変大変最初に買ったレコードは私はね、あんまり覚えてないですよ。多分、買っていただいたのが多分あのチャイコフスキーだと思うんだよね。くるみ割り人形いいですねだと思うんだけれどもあんまり定かではないですねやっぱり影響を受けました。うん、やっぱりね、最初に見たって見たっていうか見たのはもっと他にもあったのかもしれないけど最初に感動を覚えて一生忘れない映画っていうのは、サウンドオブミュージックですよ。 ありますそういうのありますね。何でした。私はね、まあ、サウンド人気者ですか。あの私、ね、あのクリスマスツリーっていう映画があったんですよ。それがね、まあ、白血病の病気なんですけど、ウィリアム・ホールデンが、あのすごい素敵なパパでね、ブルック・フラーっていう少年がいて、多分私たちと同じぐらいの年なんですけど、なんて綺麗なもう美少年だなんだろうと思って、もう絶対結婚すると思ったんですけどねその時もうストーリーは ともかくというか、でもその時になんかあの狼をその男の子がまあお金持ち の, あのお坊ちゃまなんですけど、まあ嫁行けば行くばくもないという方、お父さんが何でもこの子 の, ね叶えあの望みを叶えてあげようと思って、あの狼が欲しいって言って本当狼を動物園にあの捕まえに行って、それが慣れちゃうで、あの広い邸宅にあの狼が住み着くんですけどね、まあ、本当にその狼も飼ってみたいと思っちゃったし、 なんか今初めて知る、その初めて知るじゃなくて、まあ、知ってたのかもしれない、認識した宮野さんってものすごい記憶力いいよね。あ、昔のことはね、昨日のご飯忘れちゃった。しかなくてこの辺がすごく影響を受けたなぐらいの話しかなくてさ、それもストーリーはあって、まあ、サウンドミュージックは何回も見てるから覚えてるけれどもよく覚えてるよね、この細かいところをね。昨日のご飯はちょっとね、忘れちゃうね。まあ、私はそれさえもやっぱりもう全て忘れてるっていうのはあれだけど。大丈夫大丈夫。すごいわ。そうなんですよ。それでね、そのウィリアム・ホールデンもなんて素敵な人だろうと思って、まあ、もうその時にすでにもう大、ね、すごい大スターだったんですけど、そしたら私が中学2年の時に、あの同級生がね、あの
お父さんが商社でアフリカに行っちゃったんですね、うん、あの駐在で。それで羽田空港当時ね、羽田空港に見送りに行った記憶があるんですけど、うん、彼女からの頼りで父のがウィリアム・ホールデンとゴルフをしましたって、すごいっていうね、あの、うん、そういったね、その数年後にね、3、4、5年後ですよね、うん、そんなレアな情報を得るとはっていう感じでね、そういった感じで、あのウィリアム・ホールデンはあのなんとなくちょっと、ね、はい、ウィリアム・ホールデンはどうでもいいけど、やっぱりあなたの記憶力がすごいそうでしょうもう本当に細かいところまで覚えてるのが細かい、アフリカにどうのとかところまで覚えてる、肝心なことは何も覚えてない、結構すごいと思うわ。もうウィリアム・なんとかどうでもいいですよ、私。 あらら素敵なのに あんな紳士はなかなかいないですよ。そう、じゃあそれが初恋だったですか。そうでもないです。初恋は加山雄三さんかな。加山雄三さん、あ、だからまあ身近な人ではなくて、それはタレントさんの初恋はそうかもしれない。そういう美穂さんは漏れ聞いたところでは幼稚園だって。そう、まあ、身近な人はね幼稚園、もう名前も覚えてなくて、てっちゃんしか覚えてなくて、てっちゃんそれしか覚えてないけど、どうやら毎日手をつないで幼稚園に一緒に通ってたらしいんだけど、で結婚しようとか言ってたのか覚えてないのね。てっちゃんの行方は、もうだって名前さえ覚えてない。幼稚園だとさすがにあんまりあれないですよね。でも幼なじみがいるから、たどれば、ね、ずっとそうそう長いこと付き合ってる幼なじみに聞けば分かんのかもしれないけど、今さらあんまり思い出したくもないわよね。向こうも思い出したくないと思うんで。いや分かんないですよ。まあそういうところかな。ご飯食べに来てるかもしれない。そんなことないか。分かんない。加山雄三さんってのもびっくりね。私もちょっとねそれ早熟で、おいくつの頃やっぱり小学校2年生ぐらいで、でなんかやっぱり小学校2年生ぐらいでそういう人を、あのそういう芸能人、あと3年ぐらいでグループサウンズの坂井正明さんとかね、私のベンチャーズから来てるから、まあ、加山雄三さんは路線的には一緒だわね。でしょ、でしょ、うん、でもなんかみんな加山雄三さんのこと好きなクラスの女の子が、でもねあの人もう30なんだって言ってて、ってちょっと30は相当おじさんに見えたんでしょ、ね、7歳、ね、8歳ですもんね、7、8歳でしょ、あーってちょっとそこで諦めた、ね、諦めたんだ。諦めて何君にしたの、誰にしたかな。それからねあんまり全然そのね、それをピークにね、あの誰もアイドルを好きじゃなくなっちゃったんですよ。そうなんだ、ね、えジャニーズとか別にワクワクしたりしない。それでうち娘たちよ、するわよ本当にジャニーズは全然、みんなヒロミゴーとかね、あの西城秀樹さんとかね、ああいう人たちみんなキャーキャー言ってた頃、全然私はあのね上条恒彦さんでしたね。私はジミー・ペイジさんでしたから。そうそのてっちゃんの後は中学とかは共学でしょ。中学の時はもうだからもうジミー・ペイジさんですよ。まあ、もうそのところにはもう当然初恋という初の字はないでしょうからね。まあそれぞれなんですけど、そこから先は結構ほら記憶残ってる方も世の中に多いから、不問に聞きましょう。あらららあおかしい。そう、それで、前回クリスマスでね、あの大変なこの華奢な体でこんなあの楽器までご用意いただいて、これは楽器というかありがとうございます。おもちゃに近いものでございますので、それで、美穂さんとはね、あのその格って言っちゃったらもうおしまいなんですけどね、あのお料理がねいろいろ好きっていうこと、お料理を愛すってまた全然レベル、ね、次元が違うんですけど、まあね、そのまあ愛する気持ちっていうのは、ね、でもないわ。まあそう、それをこだわっちゃったら何もできないんで、そうそうそう、まあそういうことで、ママズキッチンっていうね、あのユニットをね勝手にね、組ませていただいて、全世代に通用するような名前でしょ。、ね、まあ料理を愛し、ワインを愛し、歌を愛し、人を愛し、そんな感じでやっていただいているんですが、ちょっと今日も私何にもね準備不足なんですけど、ちょっとお耳柔らかに、
前回もそんな、あ、そうだ、見柔らかって言ってましたっけ。あららら、なのでせっかくなのでちょっと、ね、ミニライブです、ね、ミニライブをさせていただけたらななんて思っております。です。で、あの滑舌悪いのでちょっとゆっくりめで、この曲聞くと皆さんお腹空くと思いますので。そうですね、美穂さん、あのオリジナルの作詞作曲で、ね、そのハッピーな曲です。ハッピーになりましょう。キッチンパラダイス。今日はお玉持ってないのかい。そうそうそう、味付け整える、鼻歌をふふふ歌ってステップ踏みながら、鮮やかな手さばき、あっという間に盛りだくさん野菜のパスタ、甘いキスも苦い恋もみんなみんなみんな僕のもの、期待するの日曜日の食卓はもうパラダイス。あたふたのありがとうございます。あたふたしてるところはちょっとね、なかなかこう料理もあたふたな、料理ってさ、だけどさ、完璧な手順でできることはなくて、ないですよね。意外とさ、なんかこう、なんていうのかしら、あの、あ、しまったってこともあるけれども、逆に、あ、ここでなんか1分半ぐらい時間があるからちょっと違うことやろうとか、うん、なんか割とこうアドリブな部分も多いですよね。ちょっとまあ、ジャズっぽい、まあ、あの全部アドリブだと思ってください今の曲は。そうなんです、はい、もう作詞も今作れました。そう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 なんです。
やっちまったなみたいな感じの、大丈夫ですよ、ちょっと焦げたぐらいで焦げたかしら、ちょっと焦げたかもしれない。でも本当にね、もう美穂さんのスーパーのカートを見てみたいって感じはしますよね。まあ、私のようにちまちまこういや普通ですよ。最近は何かしらスーパーというか八百屋とかね、そういうのが好きでね、八百屋楽しいですよね、商店街楽しいですよね。うちもね、あ元出身校の近くの商店街にね、美味しいお肉屋さんがあるんですよ。あ、そうなの。そこはね、90歳のね、50年前にはなかったやつでしょ。いまだに人気で、でもね、ちょっとご主人が高齢だから週に3回ぐらいになっちゃった営業。そうなんだ。でもその時はもう本当売り切れちゃいます、ケースがもうカラカラになりますね。美味しいです。お肉屋さんはね、やっぱりコロッケとかね、いまだにやってるお肉屋さんあるじゃないですか。いいですよね。そうで、その、まあ、コロッケ揚げるまでね、こう時間を待つわけですよ、5分ぐらい。夏とか蚊に刺されちゃってね、その間にね、本当にそれでも食べたいの。そう、美味しいんですよ、ね、でも買ったらもう即もう走って家帰って食べるっていうか。でもコロッケって結構大変な、結構大変です、作るのね。じゃがいもむくのも大変だし、なのになんか結構庶民的なこう毎日のおかずみたいになってて、大変なことですよね。パスタなんかあっという間にできちゃうのね。ね、本当あれは簡単だなと思うのに、コロッケこそコロッケ大変ですよね。だから日本のお惣菜っていうか、日本のその餃子、まあ餃子って日本じゃないですけど、まあ国民食、ね、さっきちょっと話してますけど、だからああいうのって手間かかりますよね。餃子ね。ね、餃子もそうですね。そう、確かに。ただきんぴらごぼうも大変だし。餃子の場合はね、タンパク質とそれからお野菜と両方入ってるから、いいですね。まあ結構他にそんなにたくさんいろいろ作らなくても、そういけちゃうかなっていう、特にその、例えば添え物、添え物なんていうんだっけ。フランスだとガルニチュールって言うんだけど、なんていうの、付け合わせがいらないじゃない。確かに ね, ねサラダ作りましょうって別にいらないじゃないもん、ね、確かにもうあれで ね, ね入ってるからっっ、ね、いいですね。いいですよ、ある意味主食でもあるしね。そう炭水化物も入ってて、かといってそんなヘビーな主食ではないですね、お野菜多めにするとね。お酒にもなんてそんなこと、そうまあ、ビールにあんなに合うものはないですよね。何を話してるんだ。すみません、もう何の打ち合わせもしないで、はい、ただペラペラ喋ってるだけですから。すみません、どこに行っちゃうのかなって話が。で、それでということで、もう一曲ちょっと切ない曲、急にガラリと雰囲気変わりましてですね。で、美穂さんは私と一緒にやって、ね、くださる時に、スタンダードとかポップスを外国のね、あれを訳してくれるんですね。日本語に、作詞してくれるので、ちょっとそれをねお送りしてみたいと思います。What are you doing the rest of your life? ないのよ、この。そうなんです。これと放題がついてないの。昔よく放題だった。放題がね、あまりにもシンプル。これからの人生っていうんです。そうだ、そう思い出して、ね、それでこれからの人生をやりたいって、ミラノさんがおっしゃったから、私はこう YouTube とかで調べたら、最初出てくるのは演歌なんですよ、ね。あ、そう、本当に。誰これやりたいのかな。急に路線が変わっちゃって。そういうわけでね、本当はね、はい、最初はそのこれからの人生って始まるところをですね、わざと違うようにしました。なんかその演歌のこのイメージが私の頭の中に入っちゃったので、これかじゃなくて、ね、だからちょっと残された人生に、はい、どのぐらいあるか分かりませんが、ちょっとこれもね、今日ね初合わせですので。そうですね、はい、テンポってどんな感じですか。1、2、3。残された人生を
なたと過ごしたい。どんな道になろうと、ただ一つの願い事なのです。すべての季節にも小さな出来事も共に向かうの。夜明け前の荒野に立つあなたに光が差す。キャンドルの前で静かに祈る息遣いを聞かせてね。唇を重ねてあなたの目の奥は眠る未来の愛が目覚めますように何があっても。ありがとうございました。これからの人生、What are you doing the rest of your life? そもそもこの楽器でこれをやるってのは結構難しいよね。作詞 by 井上美穂、ありがとうございました。そして、演奏ありがとうございます。もうちょっと、もうちょっと練っときます。また、またやってください。美穂さんは、はい、昨日、犬が病に陥ったそうで、うちの子ちょっと持病持ちでね、もう私の我が家の唯一の家宝であるテリア2匹がいるんですけど、唯一とは思いませんけれども、もう素晴らしい、素晴らしい幸せをくれてるんですけどね、本当にねちょっとね持病があるんですけど、まあそれも克服してね、5年前に持病発生したんですけども、まあこの薬をちゃんときちんと飲んでおけば数値も良くなりますよって言って本当に良くなってるんですね。でもたまにちょっとこうね、人が何かを準備しようとか何かの、ものすごいやらなくちゃいけない時に、ね、そう、そのまあちっちゃい子供とかもそうなんだけど、赤ちゃんとかもそうなんだけど、ね、ね、なんかその親がこの日は出かけなきゃいけないって時に必ずどっか悪くなったりとか。そうなんです。昨日もね、休診日だったんですよ。休診日にやっちゃう、あれっていう時のために私もちゃんともう一件頼れる休診日にかかれるお医者様を確保してるので、そこ行ったんですけど、ね、またちょっとその帰ってきてちょっとこう何やってんの、もうしょうがないわねって感じで、朝もちょっと順番取って1番でかかってきて、まあなんとなく早めの処置で無事にということで、本当にすいません準備でもなんかね毎回なんかいろんな課題をいただいて嬉しいです。嫌でしょ、怒ってるじゃない。そんな本当に今日はありがとうございました。でね、ミラノキッチンっていうのを、ミラノ食堂というのをやってるんですが、今日はね、こんなねハードルの高い方を毎回言ってるんですけど、ちょっと今日はあえてトークだけで
ちょっとね、あの、はい、ミラノ食堂をお送りしたいんですが、ええ、せっかくなので美穂さん、あのすごい一緒に喋んなきゃいけないですよね、はい、もうね本当にね、大丈夫大丈夫、もう秒読みになったって言いましたからね、はい、はい、なんかあのこの冬、ええ、ここ一番の、例えば美穂さんが作るのでもいいし、あの経営なさってる、ね、毎日ね、はい、こうできれば散歩したいわけですよ、はい、で散歩するとできれば水の近いところが好きなんですよ、で水っていうとやっぱりこうお堀端とかね、いろんな公園とか行ってこう池がいるとね、うん、あ池があるとねカモが泳いでるじゃないでね、こう夏だからね、夏から始めたんだけれども、散歩はそれで冬になってくるとだん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 ね太ってくる、ふっくらとしてくるわけ、ぽっちゃりとしてくるわけ、ちょっと身重な感じでこう泳いでるのもそれがね美味しそうなのよねで、まあ、美味しそうだなと思いつつね、そこはぐっと我慢して当たり前だけど、それでこう鴨鍋はね、本当にね、好きですか、これは別に、まあ、一年中通して食べられるものだけど、やっぱりね冬のね鴨鍋のね、その油と身のこの色のね、この紅白のね美しさ、ツヤツヤな感じ で、それをね、もう顔も表情がね、もう全てを思います、こう鍋で食べるとかね、もうそれでもうちょっと飽きてきたらちょっとステーキにして食べるとかね、こう鍋、何が好きですか鍋は鍋はね、あの、ワタリガニがあの丸ごと入った時はそれをスパッと入れて、あのやっぱりワタリガニで出汁を取った寄せ鍋が好きですね。香りがね、ね、そう、香りが甲殻類のもう出汁の、うん、そうたまりませんよね。で自分であの鶏のね、あのつくねを作って、うんうん、ね、あとはやっぱりつくねはね最強だよね。最高、もう本当ね、老若男女食べられるからね。そうね、本当ね、もう乳児ってことないか、まあね、ちょっと少しちっちゃくてか赤ちゃんぐらいの時からも食べられるし、おじいちゃんおばあちゃんが歯がなくたってね十分に食べられるからいいよ ね。でやっぱり今白菜が美味しいじゃないですか。そうそうそう、もうとにかく美味しいうちにね、鍋は毎週食べたい感じですよね。なるほど、ねもうミラノ食堂ってこれで十分なんじゃないですか、あらあらあら、フォークだけであとねすっぽん鍋、これは本当にね、すっぽんはね2回しか食べたことないです。なんていうかしら、こうなんかもう思い出すだけでこうなんかごっくんしてしまいそうなねさすが、あの京都の大地さんのねすっぽん鍋はね、本当にもう衝撃的ですよね。プルンプルン、もう衝撃的、もう味がもう、頭のこの辺にこう味が染み通るような感じで、あれは多分一生忘れない味かなと思いますよね。いいです ね。でもこれもね別に夏でいいんですよ。スポンなんて逆に夏で食べた方が元気になりそう、まあ確かにね、夏バテ防止で ね。なんかそうやってなんか美味しいもの食べて綺麗になりたいですね。そうですねプルンプルンに、そう最初の話に戻るけど、心と体の健康と美を本当ですね、まあ、そういったあのものを お届けしていきたいと思います。あらあら時間がなくなってきてしまいました。あのミラノの、活動報告はまたあの Facebook、ホームページなどでも、お知らせしてますので、どうぞまた、チェックして時間間違えないでいらしてくださいね。本当に心と体と、そうそう、今ね、時短になってるからね、そう心と体の健康、健康と美を、ね、美を意識やね、あの願いながら、またお願いします。幸せを共有していきたいと思います。あ、こっちにあのバースデーライブの、映像というかフライヤーが、華やかなフライヤー作っていただきました。どうぞ、キストンクラブにもお問い合わせください。配信もあります。2月13日、はい、六本木でしたっけ。はい、リアルバスです。あの本当歩いてすぐだとか、お家になる。そうですか。はい。どうも、バレンタインイブでもございます。そうなんです。では、シンガーミラノ通信、幸せを発信していきたいと思います。来週もよろしくお願いします。今日は井上美穂さんありがとうございました。また絶対遊びに来てくださいね。また頼りにしてます。喋りに来てます。ますじゃあどうもありがとうございました。お待ちしてます。